皆様大変お待たせいたしました。お待たせしました。こんにちは。こんにちは。アケツ YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。で今日はすごいんですよね。すごいですね。はい。楽しみですよね。いやー今日楽しみです。はい。はい。会場見られました？行きました。あもう行ったんですね。橋本バイヤー行きました。私は明日行こうかなと思って。あ明日なら、はい、木村さん山本さん両方いらっしゃるってことだね。ディレクターということは今日はまだ行 ってないんですね。あ今日はまだ行けてないんですよ。はい。明日お二人から明日、はい、ダブルで説明聞きながら。そうなんです。はい。今日はもうさっきディレクターが言った通り、はい、スペシャルなゲストに来てもらってるんですよね。はい。はい、そしてまた今回も会場と、まあ、会場とちょっと中継をつなぎながら進めていきたいと思うんですけれども、はい、今日はマーカの秋冬の先行受注会と開催してるんですけれども、はい、そちらの模様を紹介しながらそしていち早く秋冬の商品を皆さんにご紹介したいと思っております。早速コメントいただいてて、はい、拍手とかぶっちゃいました、すみません。隙間風さんからで、はい、マーカー好きなので楽しみにしてました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あとトラさんからで、はい、ディレクター MA1 似合います。ありがとうございます。ありがとうございます。あの私は私物の MA1 をちゃんと着てきました。マーカの。おお、はい。私物なんですね。はい、そうです。さすがです。はい、さすがです。はい。じゃあちょっと会場。ちょっと気になりませんか、はい、見た。見たいですね。行ってないんですもんね。はい、まだ行ってないです。はい。いや、ちょっと行った気分になれるように、はい、ちょっと会場、ちょっとつなげましょう。はい、お願いします。では早速、会場にいる斉藤さん。斉藤さん。斉藤さん。はい。こんにちは。はい、聞こえますか。聞こえます。ありがとうございます。斉藤です。どうですか、会場の様子は。すごい大盛り上がりですね。あ、本当ですか。はい、かっこ展示会場の前にもう入り口からかっこいいですね。そうですね。もうすごくこだわり抜いた会場にもなってますので、はいはい、特別会場ですよね。特別会場です、はいはい、これユニオン通りのアークスタンダードというお店の前で開催してるんですよね。なるほど。はい、はいはい、そうです。はい、じゃあ早速ちょっと中の様子、はい、ちょっと紹介していただきたいと思います。はい、お願いします、はい、お願いします。早速中に入っていきます。はい。おお。こちら隣に、はい、秋冬のルックがずらっと飾っております。かっこいいですね。かっこいいですね。はい。いやでもすごい作り込まれてる感じがしますね。会場が今回も作り込まれてますね。はい、はい、きちんと試着室もあるんですね。あります、はい、試着室も用意してあります。はいはい、はい、特設会場もすごくクオリティ高く、はい、はい、揃ってますね、うん、たくさん並んでますね。ありますね、今回は、はい、たくさん並んでます、はい、でもう早速ご予約だったりとかたくさんいただいて結構大反響ですね。はい、すごいですね。素晴らしいですね。素晴らしいですね。ちょっとラックちょっと見たいなと思うんですけど、はい、はい、こちらの方から。はい。おお、すごい、すごい。いいですね、スウェットと。はい、もう秋から真冬まで全部揃ってるって感じですかね。そうですね、はいはい、そうですね、うん、特にこちらの2つがすごく大変反響いただいているアイテムになります。おお、今回は、はい、すごい今回は、はい、楽しみですね、うん、楽しみですね、はい、これも、はい、今日と明日の2日間開催しているので、はい、ぜひ、はい、ご来場いただきますようお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
る人、はい、少しでも会場の雰囲気そうですね伝わったと思うんですけど大丈夫ですか、はい、大丈夫です、失礼しました、はい、はい、行きたくなりましたね、いや圧巻でしたね、はい、圧巻ですよね、明日絶対行きます、はい、はい、でまたあの空間だったら、はい、ゆっくりといろいろ商品吟味できるんじゃないかなと思うんですよ、そうですね、はい、はい、でまたもううちのスタッフはアークエッツのスタッフはもちろんなんですけど、ええ、マーカーのスタッフさんも いるのでいろいろとお話聞きながら楽しめるイベントですよね、そうですね、明日はもう、はい、ぜひ行くべきですね、そうですよね、はい、はい、そんなマーカーディレクター、はい、結構来てらっしゃいますよね、そうですね、好きですよね、私は長いですよ、はい、どれくらい前から聞いちゃいます、はい、そうですね、2002年、はい、2002年、はい、創業で、はい、まあ、平成14年、うん、はい、でワンシーズン目を見て、はい、ちょっとクオリティの高さにすごく驚いて、はい、実際には2シーズン目コレクションが始まって、うん、からリストリクトは取り扱ってます、じゃあだいぶ長いというか、そうですね、はい、もう20年近いですね、あ、途中ではそうですね、2007年、はい、平成19年に今のエグジステンスに変わったんですけど、はい、もうずっと私は愛用させてもらってますね、うん、はい、やっぱり本当こうファンがアークネッツでも、はい、やっぱりこうファンがずっといらっしゃるブランドかなと思っていて、ね、はい、昔からのファンだったり、はい、もちろんそうなんですけど、そしてまた新たなファンが生まれているようなイメージがあるブランドですよね、うん、そうですね、もう本当そう思います、はいはい、そんなディレクター推しのマーカー、はい、そうですね、一番の魅力ってどの辺ですか、私はですね、やはり商品のクオリティはもちろん高いですし、はい、すごくファッション性も高くて、うん、好きなんですけど、もちろん見た目は、はい、あともう一つやっぱ大事なのは企業姿勢ですかね、マーカーの、なるほど、はいはい、やはりこのサスティナブルのブームの前から、はい、やはり再生生地、それからオーガニックの生地を使って、はい、もう早くから、社会のことを考えて世の中のことを考えてものづくりをしていった、はい、もうここにやっぱり共感できますね、うん、そうですね、で実際にも生産もやはり国内生産にこだわっていて、はい、やはりこの辺やっぱりしびれますよね、うん、いやしびれますね、はいはい、やはりアパレル、生産側の未来も考えて国内生産にこだわってるんですよ、うん、はい、素晴らしくないですか、素晴らしいと思います、はいはい、そんなブランドを今日はご紹介できる、いやもう嬉しいですね、はいはい、もう本当ちょっと涙が出そうになってきちゃったんですけど、大丈夫ですか、ちょっとハンカチ誰か大丈夫ですか、はい、はい、というわけでそんなこうディレクターの思いも詰まったマーカーの商品、はい、今回ご紹介させていただくんですが、はい、今日は本当特別ゲスト、はい、来ていただいてます、はい、マーカーさんから木村さんと山本さんに今日は来ていただきました、どうぞ、はい、どうも、こんにちは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 、今日はよろしくお願いします、いえ、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、木村さんはマーカーのパタンナを担当されているということで、はい、よろしくお願いします、木村です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、そして山本さんはプレスをされているということで、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、またお二人ともちょっと男前な感じで、はい、いえ橋本さんにはそんなことはないんですけど、はい、今日はこの、はい、いろいろと商品をちょっと実際に試着をしながら、はい、ちょっと商品紹介していただけるということで、はい、そうですね、はいはい、でも皆さんマーカーに関してもご存知の方たくさんいると思うんですけれども、また改めてこうマーカーについてマーカーのブランド紹介をちょっとしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします、はい、お願いします、先ほどもうディレクターから結構しっかりとお伝えいただいたんで、はいはい、なんですけども、まあ、来年で20周年迎えるブランドです、はい、もうこのドメスティックのブランドで20年やらせてもらえているというのは非常にありがたいことで、そうですね、はいはい、まあ、来年20周年迎えますのと、でそのブランド始まった当初から
コンセプトとしては先ほどもご紹介いただきましたけれども、まずは国内生産ですね、はい、メイドインジャパンというのは絶対の一つの核になっています。でそれも先ほどご紹介いただいたようにその国内の生産背景を守るということも一つですし、はい、やっぱりね日本人に日本でやってくださる技術を持った方々ってやっぱりきめ細かいんですよ、なんか気配りができるって、まあ、日本人ならではだと思うんですけど、はい、その点がもうそのまま製品に生かされてくる上乗せされて出来上がってくるので、はい、ここは絶対に外せないポイントになってるんですけど、まあ、それをコンセプトに掲げてやってきました、はい。でまあ、もうちょっと説明させていただくんですけど、まあ、大体メンズの洋服ってデニム、あ、ミリタリー、ワーク、デニムっていう大体この3本柱が核となってるんですけれども、ね、まあ、うちとしてはそれをまずベースにしていて、そこにきれいめな要素を入れていって、はい。でまあ、長く使っていただくということが一番の目的なので、はい、その3本柱きれいめをプラスして、長く着てもらえるようなものづくりをにずっとこだわってやってきました、はい。なのでまあ、ファッションやっぱ楽しむものなので、はい、袖を通した時に感じる、満足感だったり、まあ、簡単に高揚感というかワクワクする感じって非常に大事だと思うんですけど、はい、やっぱりそこをうちの洋服としては、お客様買ってくださったお客様を与えるためにはやっぱり絶対にこだわったいい素材、そしてその日本の技術を駆使して、うん、まあ、縫製もそうですしその後の仕上げとか関わること全てが大事なんですけれども、はい、その技術を上乗せして、素晴らしいなと思える商品をずっと作り続けてきているので、まあ、そういった商品をこれからも作っていきたいと思っていますし、その良さを今日もし初めてご覧いただく方がマーカーを知っていただく方がいるのであれば、はい、少しでも伝えられればなと思っておりますので、今日のこのご紹介お時間いただいたこと本当にありがたいと思ってますので、本当にどうぞよろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。いやもう本当こう様々なやっぱり思いが詰まったマーカーの洋服たちっていうのはやっぱりこう袖を通すともうちょっとビシッとなるような感じ、そしてこう何年経っても色褪せない魅力というか、もうずっとなんていうんですかね、5年後10年後でもこう着続けられるような洋服を作られてるなっていう僕のそのイメージがあるんですけれども、もうそれをちょっと今日いち早くお二人に直々に、はい、直々に紹介していただけるってことはめったにないことなので、もう早速ちょっと紹介していただきたい、はいはい、すみません、紹介の前にコメントを1個いただいてまして、はいはい、トラさんからで先日発売されたマーカーのスノーパーカーを購入してとても気に入ってますって言ってます。ありがとうございます。続いて YT さんからで、今回もめちゃくちゃ中身濃いですねって来てます。頑張ります以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ早速ちょっと商品一つ目、はい、ご紹介をお願いします。はい、わかりました。はい、じゃあ一つ目の商品紹介はちょうど今僕が着ているこのセットアップですね、はい、うん、素材は、ウールシルクネップストライプという、はいはい、素材ですね、はい、まず生地の説明からさせていただきたいんですけど、はい、もうその名の通りウールとシルク使ってます、はい、ちょっと細かくなっちゃうと縦糸がウール、はい、横糸がシルク、はい、で打ち込まれた生地になるんですけれども、これポイントが、まあ、シルク入ってるということも非常に高いポイントなんですけども、はい、シルクって皆さん思い浮かべると、うん、ドレスだったりネクタイだったりって非常に綺麗な、フィラメントと呼ばれる長線なんですけど、綺麗なシルク想像される方多いと思うんですけど、これはそうじゃなくて、シルクというと、いくつか段階があるんですけども、その中のノイルシルクというシルクを使ってます。ノイルシルク、はい、でシルクもお蚕さんが育てた眉毛ありますよね、あそこからまあピーって手で取っていくんですけども、一番初めは生糸、いわゆる、フィラメントと呼ばれる綺麗なシルク、はい、でその下に剣棒紙があって、うん、その下にノイルシルクってあるんですけれども、再利用してるんですよね。その使えなかったすごい綺麗なものを取りました、そこで使えなかったものがその下、はい、でここでも使えなかったものが今回のこのノイルシルクっていうところで利用されていて、うん、はい、まあ、要するにどん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 と長繊維から短くなっていってる、はい、でその短い繊維をより合わせて作っているのがノイルシルクと呼んでるんですけれども、うん、そのノイルシルクを使っています。で
ポイントとしては熱風があるというところ、はい、であとはコットンライクなソヤ感、カジュアル感があるというところがポイントです。でこれ も, あのもうそれが非常によく出ていて、はい、よく見ると生地に熱風がありますし、はい、光沢感はまずないので、うん、その縦糸がウール、横糸にノイルシルクっていうので、うん、カジュアルな生地感にしています、うん、でその生地でこういったセットアップを作ることでちょっとこうカチッとしすぎない、うん、もう本当に遊びで来てもらいたいと思っているので、そうですね、はい、結構もう緩いシルエット感 で、うん、でやっぱりラフに使える、はい、うん、ものだとは思うんで、そうですね、ちょっと上品だけどカジュアル感もあるような、うん、そうですね、またカジュアルなんだけどちょっと上品さがプラスされたような、はいはいはい、アイテムですね、はい、アイテムでいくと、ね、ジャケットがフィールドマンジャケット、はい、でそのままパンツもいっちゃうんですけど、はい、パンツがコクーンフィットイージーパンツっていうセットアップに、はい、やっぱり別売りですけどセットアップできるようにしています、うん、でジャケットは、まあ、ポイントは襟がないところノーカラーになっているというところがポイントで、はい、マーカーでは定番な形なんですよ、うん、でその形に定番な形に今回は3つボタンつけてちょっとアウトドアのような収納力の高いフラップポケット、ね、フラッ、はい、パッチ&フラップポケットをつけることで、はい、ちょっとそのドレッシーさを取ってカジュアルなアウトドア感があるようなジャケットに仕立てています。でゆったりめなサイズは変わらないので、うん、本当にもうバサッと、はい、あの困った時に着てもらえたらなと、うん、はいはい、思って作っているジャケットです、うん、ちょっと気軽に着れそうですね。もうそうですね、気軽に、はいはい、着てもらいたいですね、うん、なんか中もこうシャツとかで着て、まあ、カチッと合わせるよりかは多分今日ぐらいのこういうスウェットであったりとか、うんうんね、T シャツぐらいで、はい、あの上からカーディガン感覚で羽織るな着方とかがおすすめしてます、うんうん、もうやっぱりセットアップだと、はい、やっぱりセットだからすぐおしゃれになれるような変身できるようなアイテムだと思う、ね、すごいポイント高いと思います、うん、そうですね、はい、うん、上下揃えることでもそれだけで決まっちゃうので、はい、そうですよね、それがもう楽さにつながりますし、うん、でもちゃんと見えるっていう、うんうん、かっこいいです。このストライプの風合いだったりとかもそうですね、かっこいいですね、うん、ちょっとクラシックな印象 の, あのチョークストライプにしているので、うん、はい、そこがもうかすれた感じのストライプ柄になってるんですけども、うん、あまり目立たない方だとは思います、うん、でもちゃんと柄は乗ってるっていうところで、うん、なかなかうちもあまり柄物ってそんなにやるんですけど多くはないので、はい、そんな中で言ったらかなり珍しい、うん、あのシリーズ生地になるかなと思います、うんうん、色味的には全体的にはネイビーをベースにした色味ですよね、はい、うん、そうですね、ネイビーにグレーのストライプ柄を乗せています、はい、かっこいい、ちょっとクラシックな雰囲気も入ってて、うん、そうですよね、かっこいいです、はい、はい、うん、ちょっと今のところ、はい、僕一番結構一番早いから一番かっこいいかもしれないです、一番好きです、はい、あの僕も後で言おうと思いましたけどこれが一番好きです、本当ですか、まあ、1着目なんですけどもう本当こう山本さんが切られて出てこられた時にめちゃめちゃかっこいいと思って、はい、じゃあ次に2つ目3つ目で心変わりしてもらえるようなものをどんどん出してもらおうと思うんで、はい、まだまだあるんで、そうですよね、なので本当見てる皆さんもちょっとうわこれかっこいいなって思われる方いらっしゃると思うんですけど、これからどん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 紹介していく中でこれだなっていうのを見つけていただいて、うん、明日行って実際に来てもらう、そうですね、確かに会場で実際に見て来ていただいてっていうのは今回機会として設けることができたので、はい、そうですよね、ぜひぜひそれがポイントかもしれないです、はい、はい、じゃあちょっと2つ目いきますか。あ、わかりました、はいはいはい、じゃあ次ですね、はい、次の商品、はい、紹介してもらいましょう、はい、お願いします。じゃあちょっとこれ接種交代で、はいはいはい、お願いします。こう交互にさせていこうと、そうですね、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、またかっこいいですね、ありがとうございます、はいはい、でこちらが、商品名ミリタリージャケットです、はい、でちょっと特別なアイテムです。今回こちらはアークさん、ビストリックさん用でご用意させてもらった、はい、別注のアイテムですね、はい、ちょっとじゃあこれも記事の説明から先にさせていただこうと思うんですけれども、はい、記事の名前がリサイクルナイロンタッサーです、うん、まあ、その名の通り、リサイクルナイロンを使っています。例えば、残生地、はい、結構出るので残生地だったりあと漁網だったりというのを再利用したナイロンの糸を使ってタッサーと呼ばれる折り目折りにしてるんですけど、平折りです、縦糸があって横糸があって、うん、でその横特徴としては横糸が縦の糸よりも太いものを入れているので、はい、横にこうよく見るとなんですけど線が走ってるんですね。でそうすることで、はい、あの生地の表面にこう表情が出るので、はい、こういったまあ合成でよくあるタッサーといういろんな種類の中のタッサーという生地で、うん、ちょっと表情をつけています。でこの生地に、さらにはまあ
ちょっとこう着古したというかヴィンテージ感というか、はい、肌に馴染みやすいっていうところを狙いたかったので生地で加工を入れてよく見ると細かい脂肪が入ってるんです。でそれが、はい、まあ、いろんなところにつながるんですけども光沢感そんなに光らすな乱反射させるんでこう光を抑えてくれたりだとかあとは、まあ、やっぱり見え方ですねそのヴィンテージ感着古した感じっていうところを狙いたいなっていうのがあったので、はい、そういった加工を入れています。でそして最後に、まあ、こういった合成繊維やっぱり求めたいのは雨を弾くかどうかっていうところポイントだと思うんですけど、はい、まあ、環境に悪いと言われているフッ素というものを使わない非フッ素の撥水剤を使って生地に加工を入れているので、うん、本当もう弱い雨というかもうザーザーな雨だったらちょっと大変になるんですけど、はい、もう軽い雨だったら全然これ1枚で雨弾いてしまうので本当に使い勝手がいいかと思います。なんか長いスパンで着れそうなアウターですね。そうですね、そうですよね、はい、まあ、本当に暑くなってきたら薄着にすればいいし冬近くなったら中に厚くニットとか着ちゃえば暖かいのでそういった点では長く使える生地かなと思います、はい、春秋冬3シーズン回して着れますよね。そうですね、うん、実際こう着た感じはやっぱりライトないやすごい軽いです。あもう軽いと思います本当に、はい、アウトドアブランドとかのゴアテックスとかと違って、はい、生地もすごい柔らかいので、うん、なんかアウター特有のストレスがないというか、確かにそうですね、シャツ羽織る感覚ったら言い過ぎかもしれないですけど、でも本当そのぐらいもうバサッと着やすいですね。うん、でインラインだと、はい、木村さんが今着てらっしゃるこの、はい、なんですよね。ジャケットがインラインで出ていて、で、まあ、これもすごくスタンドタイプでかっこいいんですけど、はい、これがエクワックスの第2世代、はい、その一応どちらもミリタリーのベースのアイテムになるんですけども僕が着ているのは第2世代エクワックスの第2世代のコールドウェザーパーカーを着てます、はい、で今小塚さん着ていただいているのが第1世代の、うん、第1世代、はい、コールドウェザーパーカーで、うん、まあ、パッと見だともうフードが一体化でついているパーカー型になっているのが特徴ですね。もともと着てらっしゃるのはフード収納型で、そうです、僕のはここに襟にフードが収納されているので出すことももちろんできますし、うん、はい、今はスタンドで着ている形になっています。あ、はい、展示会でこれも見てすごいかっこいいなと思って、かっこいい、よかったです、はい、絶対着けようと思ったんですけど、でもなんか僕実は64クロスの以前やらせていただいたスノーパーカーの別注、はい、あれ買えなくて、はい、なのでなんかちょっと悔しさが残っていたので、なんかフードデザインのアウターがなんか欲しいなと思って、はい、まあ、ちょうどこれが出てたので、はい、だったら第一世代、ね、木村さん作ってくれないかなっていうのをお願いして、すみません、コメントいただいてます、はい、ごめんなさい、すみません、シシャモチャンネルさんからモデルさんかっけっすねっていうのを着てるのと、はい、あとですね YT さんから別注のジャケットはいつ頃発売ですかって来てるんですけども、どうですか、今僕が着てるやつですかね、はい、発売月が9月ですかね、納品、そうですね、9月後半になるかと思うので、はい、を予定しています、はいはい、で予約開始に関しましては、この後のね、そうですね、用意ドンでこう予約開始は、はい、させていただくので、今回店頭の方でイベントを開催してるんですけど、まあ、実物見られる方はそちらに来ていただいて、はい、遠方でイベント参加が難しい方は、ネットの方からご予約もいただけるのでぜひご検討いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです、この後予約開始、このライブ配信の後半に予約開始の方させていただきますので、それまでもうしばらくお待ちいただければと思います。はい、これは楽しみですね。楽しみですよね、はい、こういうなんかちょっと気軽に羽織れるアウターって一枚あるといいですよね。そうなんですよ、確かに、はい、しかもちょっと雨降ってきちゃったなっていう時なんかでも、はい、大丈夫です、ね、ですね、はい、あとこれ内側にねポケットがたくさんついてるんですね、はいはい、ここと、あとこっち側にもついてて、はい、合計4箇所あるので、はい、なんかバッグ持たない男性の方ってあんまりバッグ持たないイメージがあるので、もうこれで全部収納できちゃうっていう、はい、周りのものが結構この腰の前についてる腰のポケットも結構大ぶりなので、うん、大きいですね、はい、もうどこに入れたか分かんなくなっちゃうのが心配な種かなと。いっぱいあるから、はい、結構あります、ね、ありますよね、はいはい、どこ行っちゃったかなって、うん、そう、第一世代だとポケットが斜めだから、ね、アクセスもすごいしやすいですね、うん、男性なんか多分ね、うん、歌とか放るとやるでしょ、やっちゃいます、ね、うん、すごい調子いい、これめちゃくちゃ楽しみにしてます、うん、頑張ります、待ってください、これよろしくお願いします、楽しみな人結構いらっしゃるかと思います、ね、はい、ぜひぜひ、はい、はい、もう納品の時期ももうまさにすぐ切れちゃいそうな時期ですね、ちょっと暑いかもしれないけど、うん、はい、楽しみにしていただければと思います、はい、はい、
あと大丈夫ですか、なんか言い残したこととかは。はい、そうですね。あとそうだ、裾スピンドルがついてるので、はい、これでこうアレンジがね、はい、裾絞っていただくことで、うん、シルエットの変化も楽しんでもらえますね、うん、まあ、サイズ感自体は結構ゆったりめには違いないので、はい、そのサイズをバフッと羽織ってもらうんですけれども、この裾のドローコードってやっぱりシルエット変化にはすごい便利なので、もうストンと着たい方はもうフリーにさせてもらって、でキュッと絞りたい、丸みを出したいな、ボリューム感を出したいなと思ったらキュッと絞ってもらえたら、はい、ここが絞られるので丸みにつながります。またちょっと雰囲気変わりますね。変わりますね、はい、ボトルスのバランスでシルエット変えられるってやっぱメンズは嬉しいですね、うん、そうですね、うん、本当いろんなスタイルに合わせられそうなことですね、うん、はい、はい、はい、感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて3つ目、はい、紹介していただきましょう。はい、そうそう、3つ目ちょっとこうパリッとした感じなんですけれども、はい、こちらは素材は、ウールヴィンテージキャバですね、はいはい、で作ったシャツコートですね、はいはい、まあ、生地のこれも説明させてもらいますと、はい、まあ、縦横ウールで作った、まあ、ギャバです、はい、でウールのギャバとウールギャバって大体皆さん、まあ、一度聞いたことある生地で、はい、だと思いますし、はい、まあ、スタンダードだなとは思います、うん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 、ただ今回これ結構癖をつけました、はい、そのシンプルなスタンダードなウールのギャバなんですけれども、うんうん、はい、最終の生地の加工の時にワッシャータンブラー加工入れまして、はい、そうすることで生地にちょっとこう先ほどと近いんですけどボコボコ感、脂肪感を出すことができるんです。でちょっと空気を含んだような張りを持たせた空気を含んだような生地感にすることができるので、その打ち込みも結構縦横打ってるのでしっかりとした生地をそういった加工を入れることで脂肪感を出してっていう、そうするとこれぜひ会場で来てた方触ってもらいたいんですけど、全然タッチが違うんですよ、ウールの確かに、ね、確かに、もうなんかなんだろうな、こう触った時にパリパリパリっていうような音を出すんですけども、ジャリ感っていうんですか、あ、ジャリ感もあります、はい、少し毛羽立たせてはいるのでジャリ感もあるんですけれども、パリパリ感、その打ち込みの良さからくるパリパリ感もあるので、はい、ちょっと不思議な生地になってるんですね。でというそうなると定番なのな生地ではあるので、はい、多分しっくりとこう合わせていただきやすいんですけれども、他のそれとは違うっていうポイントを付け加えているので、多分触ってもらえると感動してもらえるんじゃないかなと、シンプルだからこそ、うんうんうん、あ、ここすごいなと思ってもらえるんじゃないかなという記事になっています。本当、ね、はい、デザインというデザインはすごいシンプルな、はい、そうですね、はい、うんうん、このシャツコートなんですけども、まあ、マーカーでは非常に定番で、毎シーズンやらせてもらってるんですけども、はい、まあ、よくうちのインスタライブとかでもご紹介させてもらうときに、はい、まずこれはシャツ工場さんで縫ってるんですってことをお伝えしてて、結構頑張ってもらってるんですね、はい、だいたいやっぱコートはコート工場、はい、アウター工場で縫うのが、まあ、定番というか普通なんですけれども、うん、それをあえてやってもらってます、うん、まあ、シャツでできる技術を駆使して仕上げてもらってるんですけれども、はい、シャツでよく使う折り伏せ縫いとか、はい、でステッチ幅もそんなに太いステッチ幅入れられない、うん、まあ、頑張ればできるんですけども、そこまでしなくていいなと思ってるので、ちょっと太めなっていうところに抑えていて、で仕上げもちゃんとしてもらって頑張ってやってもらってるんですね、うん、で今回は生地もこのウールヴィンテージギャバを使って作るの初めてなので、はい、今まで以上に一番多分コートライクな見え方にさせました、うん、で、あともう一つ大事なのがシルエットを今までよりも結構大きく変えまして、去年一昨年からずっとやっていたのは肩幅ももっとこうドロップショルダーにしていて、うん、結構広かったんですよ、うん、でそれに合わせて身幅も もっと太くしていたので、まあ、袖を下ろした時にはストンとするんですけども、うん、こうした時に明らかに分かる太さのあるデザインにしていたものを今回は抑えました、はい、肩もドロップショルダーも少し抑えめな、うん、でも落ちてますしっかり、はい、でちゃんと身幅ゆとりはあるぐらいな、うん、サイズ感には変えていまして、うん、より着やすくなったかなと、うんうん、癖を少し弱めたところだったんで、うん、着やすくなったかなと、はい、ね、まあ、今中にスウェット着て全然こうごわつく感じは全くしないんで、はい、まあまあこれでも多分一般的なちょっとオーバーサイズ気味のコートっていう認識で、そうですね、うん、思っていただいて大丈夫だと思うんですけれど、これ実際こうコート、はい、シャツコート真冬とかだとやっぱりレイヤードしてっていうのに結構使えますか、はい、真冬でも。そうですね、はい、もうそれこそインナーダウンとか多分着ていただければ、うん、はい、うん、問題なく着用できると思いますんで、ちょっとこういった一つだけ襟もやっぱりかっこよくて、まあ、立てたいなと、うん、はい、このように
チンタブをつけているので、はい、やっぱり男性はこうやって着てもらえるとすごいこう男っぽくなるので、ちょっとセクシーな交換性も高くなるので、はいはい、一気にやっぱコートっぽくなりますよね。そうなってくると、ね、正直これすごいブーブー言われたんです、工場さんに。あ、そうなんですか。これもうコートじゃん、アウターじゃんっていうクレームも正直受けたんですけど、いや本当にお願いしますっていうあのことをお願いしていて、結構はいあのやり取りがあった中で作ってもらえたシャツコートですね。そうですね、はい、なのでやっぱりその上代、まあ、お値段にすごい反映されてるものでして、はい、そうですね、はい、まあ、ちょっと一応一重のコートなんですけど、はい、裏地がなくて一重の、まあ、シャツ縫いなので一重のコートなんですけども、うん、今山ちゃん言ってくれたように、はい、コストの部分でその分頑張れているので、うん、毎回、3万円台で、はいはい、お出しできていて、はい、これも3万8000円でお出しできているので、はい、非常にあの手に取りやすいアイテムになっているかなとは思います、うんうん、なるほどな、はい、かっこいいそのちょっとオーバーサイズすぎないっていうところが、はい、やっぱりこう、うん、な個人的には結構刺さりました、うん、素晴らしいですね、うん、はい、今は色はネイビーですね、はい、結構濃いめなネイビーになっています、はいはい、じゃあちょっと順番変わりそうです。あ、ちょっと息が、はい、ちょっとズンときました。あ、よかった、はい、やっぱこうあの話をこう直に聞きながら、はい、あの本当見てると、うん、やっぱってなりますね。本当に嬉しいですね。はい、そうですね、もうそこまで。でも本当にそこなんですよね。あの、うん、ちゃんと説明させていただけると、うん、やっぱり男ってそういうそこくすぐられる方多いと思うんで、うん、はい、それがあってより今見てたものがより価値が高くなっていくし、うん、愛着も湧くところに絶対つながっているので、うん、大事なポイントですよね、うん、そうですね、はい、まず1人目ゲット。ありがとうございます。これ多分見てる人多分みんな結構心つかまれてる。ありがとうございます。すみません、そんな中コメントいただいてて、はいはい、KTK13 さんからで、自分アパレル関係で働いてますがすごく勉強になりますってきてます。ありがとうございます。すごい分かりやすくて、はい、欲しくなりますね、うん、はい、で続いて YT さんからで、コスパすごいですね、予約迷いますってきてます。おお、バイヤーと一緒ですね。迷います。まだ迷いますよ、他にもありますよ、はい、ありますよね。迷っちゃいますね。はい、以上になります。はい、ありがとうございます。はい、続いて紹介していきましょう。はい、分かりました。じゃ次お願いします。わ、またこれも、これもいいですね、はい、そうです、スペシャルなアイテム2つ目ご用意しています。かっこいい、はい、実は、先ほど山ちゃんが着ていたシャツコートと同じ生地のフールヴィンテージギャバの生地なんですけども、はい、これはあのアークさんだけの商品です。ありがとうございます。アークネッツでしか買えない、買えない、はい、商品で、あの、まあ、インライン通常の方のアイテム展開で66ナイロンを使った MA1 がもちろんありまして、はい、それ と、ウールフラノと呼ばれる、あ、ウールフラノ、フラノの生地ですね、うん、で作った名前変えてボンバージャケットっていうのがあるんですけども、それを展開していました、うん、で、これはウールヴィンテージギャバーで全く違う生地感で、はい、今回あのリクエストありがたいことにいただきましたので、あ、作らせてもらったんですけれども、あの、もともとうちの、マーカーはミリタリーもの非常に得意分野にしていて、はい、まあ、ちょっと話逸れちゃうかもしれないんですけど、うちのデザイナーが石川が一人でブランド立ち上げた時から、まずはもう絶対に MA1 を本物を作るんだっていう意気込みで、あの、何も捨てがない状態から一番いい素材を探して、はい、一番縫製のうまい工場を探して、一番いい仕上げ屋さんを探して、で付属もすごいこだわったものを探して作ってっていうのをずっとやってき、何十年もやってきたので、でそれで今に至るんですけれども、そんな中で作ったこの素材を乗せ替えて、フールの生地で乗せ替えて作ったっていう非常に特別な思い入れのあるアイテムになっています。はい、なんか僕も MA1 って言ったらやっぱりマンカさんのイメージがすごく強くて、はい、で、インラインの方であのナイロンツイル と、はい、ウールのフラノの生地で出ていて、それももちろんめちゃくちゃかっこよかったんですけど、うん、先ほど山本さんが着られてたシャツコート、はい、あれを見た時になんていい生地なんだと思って、でちょうど、自分も好きな MA1 が出ていたので、はい、まあ、乗せ替えてお願いできないかということで、はい、特別に作っていただいて、そうなんです。展示会場であの着た時に思ったんですけど、今までの MA1 よりもサイズ感コンパクトに、はい、なってますよね。買いました、はい、あの、まあ、いくつか理由があるんですけれども、まず
ナイロン素材のものからウール落ち感のある生地に変わることで、結構サイズがもともとたっぷり大きめに作ってるんですけど、はい、ちょっと落ち感が強く出過ぎちゃうだろうなっていうポイントがあったのと、あ、一応これ中綿が入ってるんですね、うん、薄めの中綿ポリエステル、あ、リサイクルポリエステルと、あとはキュプラを混ぜたあの中綿入れてて、これもキュプラ入れてるんで通常のポリ100のものよりもしっとりとして柔らかいんです。でそのしっとりとした柔らかい中綿が入って、温かい中綿が入っていてウール落ち感が出るっていうところで、ちょっとサイズ感をしっかりとあのオーバーサイズというか、そのたっぷりめのサイズは持ちながらも大人っぽく着れるようなサイズ感にした方がいいなというところで、このサイズ感にしています。今着てもらってる2号 M サイズのサイズ感なんですけども、はいね、肩線とかはしっかり落ちてて、身幅とかもあるんですけど、はい、袖丈とか着丈がコンパクトに収まっていて、うん、そうですね、なんか今まで出ていたこうオーバーサイズ、一番最初にうちのディレクターが、はい、昔出たやつ着てましたけど、あの絵を持ってる方からしても新鮮かなっていう、はい、だと思いますね、はいはい、すごいこの本当この生地感とサイズ感すごく今見すごい新鮮な感じになります ね、 いいですよね。なんかオーバーサイズコートとかのあのミドルレイヤー内側に、はい、この上からこうコート羽織るみたいなのでも、はい、真冬は使えるのかなっていう、サイズ感が大きければ、はい、だと中綿がやっぱり軽いというか柔らかいというか、そうですね、はい、あのやっぱ柔らかさがすごいポイント高いんだと思います、うんうん、一応裏見ていただくようにこういう感じですね、うん、まあ、裏は、あ、一つポイントありました。あの中綿もだいたい綿を使うときって、不織布、はい、を不織布ってあるじゃないですか、不織布に綿を入れて不織布とかサンドイッチするんですけども、そうすることで、まあ、縫いやすくするんですよ。あの、はい、綿だけだとミシン送り針とかが引っかかるんで、はい、あんまりやらないんですけど、今回これ中綿、綿の状態1枚だけで使ってるんですね。でそうすると硬さを出さなくていいし軽さそのままでいけるんで使ってる。ただ工場さん嫌がります。でもうちのこれ縫ってもらってるあの工場さん自衛隊の洋服とか縫ってるんですけども、やっぱりうまいので縫ってもらえてて、でただポイントあの気にしなきゃいけなかったのが吹き出しといって、中綿がこう表側に繊維の隙間から出てくるんですけど、それを抑えるためのスパンボンドっていうのも不織布なんですけども、それを気にしなくちゃいけなくて、でそれを改善するために裏地のこれキュプラ100のサテン使ってるんですけども、はい、結構目しっかり入ってるサテンなので、あのその吹き出しっていうところもカバーできるなと思っていて、だけれどもキュプラっていう再生繊維、コットンから来てるんで再生繊維を使って光沢もあって、その表と裏の見え方のギャップも楽しめるかなと。裏はマットなウール、裏はキュプラのサテンで光沢がある、はい、その見え方もちらっと見えた時 の、 その高級感っていうのも非常に高いと思うので、そうですね、はい、そういった点もおすすめな。すみません、コメント来てます。トラさんからで裏地の色気が素晴らしいって来てます、はい、これすごいですよね。色ですよね。 色は真っ黒じゃないですよね。真っ黒ではなくて、あえてちょっと濃い茶色、赤みの強い茶色にしていて、これもちょっと日焼けした感じの見え方につながればなと思っています。綺麗すぎないって、まあ、綺麗な色なんですけども、はい、ちょっとあえてブラシでポイントにしていますね。セクシーだ、セクシーセクシー M1、ね、いやでもこれは本当にすごい着やすい、はい、うん、M1 欲しがってなかったっけ今年。ちょっと欲しいんですけど、ただやっぱりあの M1いろんなブランドさんで出てると思うんですけど、うん、なんか今って大きいのがすごい多いイメージがあって、だからどうしても僕が着るとちょっと着られちゃってる感じがしちゃってたので、ちょっとこのサイズ感でこの生地感だったらちょっと挑戦したいなって思いました、ね、はい、さっきのシャツコートがドンと来たんですよ。ドンと来た。これはドドン。ありがとうございます。ドドン、ドドンですね。結構ど、うん、ちょっと難しいんでちょっとやめときます。でも1個増えてるからちょっと行きましたね。そうですね。はい。乗、はい、せた感がありますけど、ね。よかったです。ドドンと来てくれて。はい、これは大体納期はいつぐらいの？これが10月発売予定なので、はい、はい、うん、ですね。なんでまあちょっと先ですけど。ちょうど入ってすぐ来てもらえるっていう感じじゃないかなと思います、うん、寒くなるところと考えると綿入りでも本当にこうそこまでギチギチに詰まってるわけじゃないんで、はい、本当に多分 M1 の思ってる以上に早い段階から来ていただけるかなと、はい、はい、思ってます、はい、おすすめです。これも本当かっこいいですね。いいよね、はい、一つだけ付け加えていいですか。あ、どうぞどうぞ。さっきのシャツコートの色展開にはない色なんです。真っ黒ブラックなんですね。この色もこのMA1 のためだけにご用意した色なので、はい、
黒ってやっぱり定番で結構皆さん好きな方多いじゃないですか。それをこれためだけに作ったの用意しているのでポイント高いと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれいいですね。はい、はい、本当いろんな方に着ていただきたいボンバージャケットじゃないかなと思います、はい、後ろに出てるのがちょうどあれですね、ナイロンツイル、あ、うんうんうん、そうですね、本当だ、あ、うん、このルックで着てるのがナイロンツイルの、はい、はい、うん、やっぱこれもかっこいいけどかっこいい、ね、うん、また違った良さがあると思うんでちょっと悩めそうです ね、これもよろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後ですか、次が、あ、最後、あ、もう最後ですか、もう最後ですね、はい、はい、いや、もっとやってほしかった、やってほしいですけど、そうですね、そうですね、はい、じゃあ最後、はい、登場していただきましょう、はい、また山本さんに登場していただきます、はい、じゃあ最後の、はい、商品、まあちょっと今回のルックとかでもバーンと使ってて、はい、はい、主役のアイテムですね、これ、これですか、あ、そうですね、そうです、ちょうど、はい、まあここに映ってますね、こっちが、はい、かっこいい、こちらがウールリネンバックサテンのモッツコートですね、はい、はいはい、ですね、でこちらの生地は、はい、縦糸がウール、はい、横糸がリネンです、はい、でサテン、バックサテン、サテンなんですけども、はいはい、あの折り方がこれは、1本くぐって、はい、5本飛んでまた1本くぐってっていう糸、はい、あの織り組織になっていて、うん、要するに今着ている面はリネンが強く出てるんですね、はい、リネン5本飛んで1本くぐってっていう状態になってて強く見えてます、はい、で後でお見せしますが裏側はまた全然違う見え方でウールが強く見えているので、はい、まあ、そういったサテンをバックに使う、うん、バックサテンという生地で作ったアイテムになっていまして、うん、まあ、リネン側をこうリネンってやっぱりこう節があって横、はい、例えばこれも横筋バーッと入って見えるんですけども、うんうんうん、そういった見え方がやはりヴィンテージな見え方につながるなと思って、うん、あの使いました、作った生地になっています、うん、でそのバックサテンっていうと、はい、やっぱこうミリタリー色が強いイメージがあるんですけど、うんうんうん、ちょっとやっぱ見た感じやっぱ少し綺麗な風合いだなと思ったんですけど、うんうん、そうですね、はい、やはりウールを使っているところがポイント高いと思いまして、はい、やっぱ面にはないそのしなやかさっていうのはありますし、うんうん、はい、それに対してちょっとしっかりめなリネンを打ってるっていうその組み合わせがあまりないと思うので、うんうん、非常に面白い生地で作れたかなと思います、うんうんうん、かっこいいですね、はい、まあ、その生地でちょっと形のご説明させていただくと、はい、まあ、モッツコート、はい、マーカで定番でやってる形があって、はい、ショートモッツっていう名前で呼んでるんですけど、うん、もうたっぷりなサイズ感で着丈をチョップして、うん、短くして裾をキュッと絞って着れますよっていうものを定番でやらせてもらってるんですけど、うん、結構オーバーサイズ大きい形になってるんです。でそれをまあ利用して、うん、オーバーサイズはそのままに着丈を伸ばしましたっていうところを狙っているんですけれども、うん、まあ、ベースにしてるのは M65 型のモッツコート、はい、ワーカーをベースにしています、うん、でそれを着脱可能なフードとかあったりここにボタンホールが開いてたりっていうのを全てなくして、うん、少しシンプルめにした、うん、デザインになっています。でもうサイズ感自体はもう古着にあるような、はい、もう大きいサイズ、うん、そのままになっているの で、はい、でただ気にしたところとしてはパターンなんですけども、はい、肩ですね、うん、ここが古着よく着てらっしゃる方とか絶対あるあるというか分かりいただけると思うんですけど、はい、肩が、あ、答えを先に言うと、ちょっと肩傾斜を強めにして、はい、まあ言ったらなで肩のようなパターンにして、うん、なおかつドロップショルダーちょっとここからグッと中に入れる肩線にしてるんですけども、はい、そうすることで肩周りが非常に綺麗に見えるんです、うん、古着着た時って、はい、古着のパターン結構肩線がこう直線に近い見え方があって、はい、このまま着るんでここのゆとり分がそのままバーンと下に出ちゃうんですね、はい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 、そうした時に明らかにこう肩周りに不自然な感じがあって、うん、で山ちゃんなんか非常になで型な人間なんで、うん、はい、まあ、洋服かっこよく見えるんですけども、うん、なで型な人が着た時に本当にここに余りが出ちゃうんですけど、うん、それをやっぱり取りたくて、うん、でそういったパターン設計にすることで、うん、古着のような見え方たっぷり感がありながらも、うん、肩はスマートにしているっていうのが非常に高いポイントかなと思っています。でそれをしっかりと巻き縫いで縫製することで、うん、本格的な仕様だけれども、うん、生地はこういった面白みがありますよっていうアイテムになっています。なるほど、はい、でしかもまあこれ、はいはい、ちょっとねいろいろポイントが多いアイテムでして、うん、はい、まあ、なんかライニングついているんですけれども、はい、ね、このライニング自体がもう単品で使えますよっていう仕様にしてるんで、うん、ちょっと今、はい、脱いで、はい、すいません、なんか実はこういう形で、まあ、ジップもついて、はいはい、そうですね、このコートに対しては
ボタンで着脱する仕様なんですけれども、はい、単品使いの時にアクセントになるようにというところで、うん、あのファスナーをつけて、うん、しかもちょっと大きめな号数のファスナーをつけています。これは本当にまあ季節の変わり目って言ったんですけど、はい、もう秋口とか、うん、まあ、春先でちょっと肌寒い時期なんかもすごい重宝しますし、うんうん、まあ、今の、ね、当然このモッツコートと組み合わせっていうのがまあ一番おすすめなんですけれども、はい、なんかそれ以外のアイテムとの組み合わせ、うん、でまあ少しこの丈長いところをまあブルゾンとかだったら出してあげてもいいのかなとも思いますし、本当にいろんな着方のできる、うん、利便性の高いものになるので、うん、はい、一応これに使っている中綿も先ほど別注用でご紹介したものと同じでリサイクルポリエステルとキュプラの綿になっているので、通常のポリエステルの綿よりもしっとりと柔らかさがあります。でちゃんと温かいっていう、柔らかさが全然、はい、違うんですよね。単体でかっこいいですね。そうなんですよ、はい、単体でももちろん着てもらいたいですね。こういうポケットとかも気の利いてるポイントかなと思いますね。そうですね、そうですね、はい、で一応さっきのお話の続きで、はい、表地は、うん、リネンが刈って見えています、うん、横筋がちょっと入って雰囲気がありますよ、うん、で裏側になると今度はウールが刈ってくるので、はい、全然先ほどと違う生地の見え方になっていると、ね、こっちはウールが強く出ているので、うん、こういった面白い生地になっています、うんうん、はい、あ、なるほど、はい、これも、はい、コート単体でも使えますよね。そうですね、はい、そうなんですよ、もちろん、もちろん、はい、ね、ライニングを要はない状態でも使ってもいただけるんで、はい、はい、そうですね、はい、はい、かっこいい。この表地がこういう天然繊維だったんで、うん、中に使うこのライナーを、はい、その揃えて天然繊維の、まあ、ウールとか、うん、あの、うん、ボアとかのような天然繊維でやるべきか、うん、このシャカシャカ、うん、あの合成系でやるべきか最初悩んだんですけども、うん、悩んだ挙句この合成にナイロンにしたんですけども、うん、まあ、そのやっぱギャップが面白いかなっていうのがありまして、うん、はい、天然繊維の見え方とこの合成の見え方がセットになってる、そのギャップの面白さっていうのがあって、そこも一つのポイントかなと思います。そうですね、はい、あとはまあ滑りがいいんで、着心地がいいんですよ、単純に楽です、はい、でまあ軽くてっていうところですね、はい、そうですね、うん、もう本当これだったらもうあの長く着てるというか、真冬でも全然着れちゃうアウターですね、うん、はい、はいはい、コメント来てます。はい、はい、やっぱりあの言う通り、源氏さんから季節長く着れそうですねっていうのと、うん、はい、あとシシャモチャンネルさんから重さはどれくらいですかって来てます、うんうん、重さどれぐらいって言ったらいいんですか、まあ、ちょっといつも の僕らが作ってるモッツコートと比べるとやや重さはあるかなとは思ってます、うん、そうですね、まあ、丈が長くなった分、うん、ここの分長くなってるんで、その重さはプラスされているかなとは思います、うんうん、ただあの重さは感じさせないように 中のライナー部分も、はい、あの軽量、まあ、剛性軽いんで、はいはい、軽量化されていると思いますし、滑りがいいので、うんうん、肩の部分のこの変な中に来たセーターが、うんうん、じゃコートと一緒に動いてこうなんでしょう、なんかこうしなきゃ収まらない感じとかとは全くないので、うん、そういった肩の凝りというか疲れは全く他の、うん、それから比べたらはるかに改善されていると思います、うん、じゃあ本当着用に関してはもうストレスなく着用していただけるコートですね、うん、そうですね、はい、で続いてまたコメント来てます、はい、YT さんからで全部欲しくなります、破産確定です。ありがとうございます。嬉しいですね、はいはい、で続いてトラさんから山本さんが着用されてるのはサイズ何番ですかって来てるんですけども、はい、僕が今着用してるのはこれサイズ2番 M サイズですね、 1,2,3 の2番になります。山本さん身長はおいくつですか。僕177センチです、はい、はい、ありがとうございます。僕168センチなんですけど、はい、僕だったら1番とかもいいですか。1番が、はい、いいと思います。なるほど、ちょっと後で着てみたいな。まあ、結構音が大きいんで、うん、多分好みだと思います、うん、山ちゃんも多分そう1号を着ることもあるし2号を着ることもあって、ね、はい、もうオーバーサイズには変わらないので、はい、丈感と袖感のどっちも着れちゃうっていうことをお伝えしたいんですけど、うん、もう着てみてあこっちかなってしっくりくるオーバーサイズ感で選ぶのが一番いいかなと思います、うんうん、はい、着こなしだったりとか、はい、普段の好きなスタイルに合わせてサイズ選びがいいんですか、ね、うん、はい、いいと思います。多分皆さん今上手いと思うんですよね、自分に合ったサイズを選ぶ方、うん、やっぱり勉強されてる方非常に多いですし、
例えば僕らがお店にいて、こういったサイズいいと思いますよと言っても、多分その人の中では、もう持ってらっしゃるイメージがあると思うので、はいはいはい、もうそこに、はい、お任せしたいなっていうのは思いますね、はい、これに関しては、はい、いや勉強になりますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、今まで、はい、まあ、合計5点、はい、ちょっとアイテム、はい、ご紹介させていただいたんですけども、はい、お二人の、はい、これだろみたいなのありますか？もう完全に個人的な、はいはい、個人的な意見でいいんですか？はい、僕はそしたらやっぱり今ちょうどこの着てるモッツコートですかね、はい、まあ、あの木村さんさっきおっしゃったように、まあ、古着 の、 あのモッツコートとか僕持ってたりしてるんですけれども、うんうん、はい、やっぱそれとは全く異なるこの質感、うんうんうん、と、ね、はい、あとはやっぱりこのライニングが、まあ、単品で使えますよっていうところ、はい、で、まあ、これはこれで、ね、それぞれ違うアウターともドッキング、あのレイヤードで見せることもできるんで、うん、はい、なんかそういう仕様の用途の広さも魅力的かなと思います、うん、そうですね、はい、はい、すみません、ちょっとコメントいただいてて、はい、先ほどのトラさんからで、はい、いつも多分サイズだと思うんですけども、はい、2と3で悩んじゃいますって来てるんですけれども、はい、もし何かアドバイスあれば。どうでしょう。あ、まあそうですね、2と3で悩まれる、どっちも着れちゃう方なんですね、うん、はい、そうですね、ちょっとゆったりめが好きなようだったら3番とかの方がいいですか？まあそうですね、うん、まあ、そこも本当に好みに合わせて、はい、まあ、見え方としては多分どちらでも、ね、着ていただくことは当然できると思うので、はいはい、うん、こういったミリタリーもののようなアイテムだったら全然大きいサイズかっこよくはまっちゃうと思うので、うんうん、はい、その選ばれるアイテムには寄ってくると思うんですけど、うん、そうですね、ミリタリー系のようなものだったらもう、まあ、どっちかとは言えないんですけど、どちらも絶対に気に入っていただけるサイズ感だと思います、うん、あと在庫の状況にもよってくるところがあるので、そうですね、はい、その時にはあの、はい、あるサイズでいいんじゃないかなって思います、はい、店長さんだったら、はい、綺麗なものだったらちょっと、はい、もうちょっとシビアに見た方が、うん、2号で2号とかになる可能性が高いんじゃないのかなと思ったんですけど、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、続いてコメントいただいてまして、はい、スギッペさんからでライナー単品での販売はありますか？確かにそれがないですよ ね、 すね、これがないのが、はい、まあ、考えますけどね、はい、まあ、個人的にも、ね、結構ライナー単品に、ね、はい、おすすめ、結構 、はい、よく着てるんですよ。あ、そうですね、実際そうですね、あのぜひ企画の参考にさせていただきたいスギッペさんはい、はい、あ、以上になります。はい、ありがとうございます。じゃ山本さんおすすめがはい、そう、モッツコートですね、はい、僕ですね、はい、僕はそうですね、一番、うん、初めに紹介したやつかな、はい、シルクネップストライプのセットアップが、はい、好きです。セットアップですね、セットアップ、はい、あれ取られちゃったなんか、はい、これですね、これあの実はサマーの商材でも、はい、素材変えて実はやってまして、はい、うん、そっちはあの90ソーススーパー120のウールトロで、うん、同じセットアップを作っていたんですけど、うん、無地 で、はい、でそっちも製品洗いかけて、うん、すごいかっこよくて、うん、で気に入って着てるんですよ、うん、やっぱそ の、 あの気に入り感は今も継続してて、はい、あれ薄いから冬はやっぱ着れなくなるんですね、はい、じゃあこれじゃないかっていう、うん、でしかも素材感全然違いますし、うん、これも製品洗いして、うん、あのいるのでもう味が初めから出てるというところと、うん、ジャケットかっちり見えるけれども、うん、はい、遊びがポケットとかあるし、うん、そのストライプ柄も僕持ってなかったんで、うん、でいやらしくないストライプじゃないですか。確かにそうですね、うん、だから、はい、すごい持ってないとこついてきてるからすごい好きなんですよね、うん、で家庭でも洗ってもらいますし、うん、だから、うん、僕これですね。山本さん、はい、あの木村さん推しが、はい、僕は、はい、これが T シャツとかロンティーの上に着たいですね、はい、ありがとうございます、うん、僕の番でいいですか？はいお待ちしてました。ちなみにあの、はい、バイヤーコメントで、はい、KTK13 さんからで橋本さんはシャツコートがすごく似合いそうです、マストアイ、マストバイアイテムですねって聞いてどうですか？実際悩みます？結構あの悩んでるんですけど、僕は、はい、ボンバージャケットです。ボンバージャケット別注の、はい、ちょっとずるいですねちょっとかっこよすぎるとこ行きましたねなんでボンバージャケットを選んだかっていうと、はい、個人的には
あまりミリタリーものの洋服って着ない、着たことがあんまりないんですよね。はい、はい、なるほど。ちょっとあの武骨な印象になるっていうかは、少しちょっと上品な雰囲気の洋服が好きなので、ちょっと選んでなかったんですけど、だからやっぱり腰シャツコートもやっぱすごいビビッときたんですけど、はい、この生地感にやっぱりちょっと惚れました。はい、あとサイズ感、はい、やっぱりさっき小塚さんが着てて、なんかすごい綺麗だなと思って、はい、これだったらちょっとあの僕あのワイドパンツとかが入ったりとかするんですけど、そういう時にもちょっとあとシャツが好きなので、そういう着こなしにもちょっとハマりそうなこの生地感がやっぱ個人的にはグッときたので、やっぱあのシャツコートもいいんですけど、はい、僕はこれをちょっと選びました。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、はい、はい、はい。まあ、なのでそれぞれおすすめのアイテム。はい、まあ、でも今回紹介したやつ全部かっこいいですね。はい、うん、はい、結構厳選された5点だったと思います。うん、そうですよね。これだけじゃないいろんな商品ある中で、うん、はい、結構濃い5点だったなっていう気はしてます。うん、いやもう、はい、あと本当お二人の商品の説明がグッときますよね。刺さりました。これ明日これをもう皆さんにちゃんとお伝えできたらなという気は、ね、はい、これはあの会場で1からもガーッと 端から端までこう1時間2時間1時間半コースになるかもしれない。そうです、1時間半ぐらいは、はい、端から端行くとお二人の話だったら全然聞けますもう、はい、なんでやっぱり洋服が好きな人にやっぱりこうお二人の話聞いていただきたいなって思いますね。はい、はい、そうするとよりこう、はい、洋服もう見た目もかっこいいけど、うん、やっぱりこの洋服作りのバックボーン背景だったりとかっていうのは、うん、やっぱりより知れることによってもう予約した、うん、買った洋服の愛着っていうのもだいぶ変わってくると思うので、うん、うん、はい、そうですね、ぜひあの皆様明日、うん、あの会場に行って、はい、お二人のお話を聞いて、そうするともう多分結構本当にさっきのあのいただいたコメントじゃないんですけど、ちょっと破産しちゃいそうな感じですけど、はい、すごい楽しいと思うので、はい、ぜひ、はいはいはい、どうも勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では、はい、早速ちょっと別注の予約を、はい、受付をさせていただきたいなと思うんですけれども、はい、こうまたどのアイテムだろうって思われている方多いと思うので、ちょっと商品の詳細お伝えさせていただきます。商品はこちらです、どうぞ。はい、こちら別注のミリタリージャケット、先ほどご紹介させていただいたアイテムですね。こちら52,800円、お色がブラックのサイズが1、2、3、こちらも QR コードから商品あのご覧いただけるようになりますので、こちらもチェックしていただければと思います。はい、続きましてこちらボンバージャケットですね。はい、こちらお値段が74,800円、お色がブラック、こちらサイズが1、2、3番の3サイズとなっております。こちらもやっぱり QR コードから読んでいただくと商品の詳細、詳しく掲載させていただいておりますので、チェックしていただければと思います。はい、それではちょっとご予約の準備いかがでしょうか。 OK です。はい、それでは、ご予約スタートです。ぜひ皆様あの商品ページチェックしていただければなと思います。はい、すみません、コメントいただいてて、はい、名前さんからでマーカーはマジでかっこいいって来ます。ありがとうございます。かっこいいです。ありがとうございます。はい、うん、じゃあのこの今回ご紹介していただいたアイテムも含めて、はい、マーカーインスタグラムもやられてると思うんですけれども、はい、そうなんですよ、はいはい、マーカーのインスタグラムの詳細、はい、ちょっとお伝えさせていただきます。はい、こちらどうぞ。はい、一応、まあはい、僕ら今マーカーウェアマーカーオフィシャルっていうアカウントで、はいはい、インスタグラムやらせていただいておりまして、あの日々の、まあ、商品の入荷であったりとか、まあ、次どういう商品が出ますかっていうちょっとこう予告的な、はい、あの投稿とかも多かったりするのと、あとは最近結構こう物に、まあ、商品にフォーカスしたよりこう説明っていうところをまあ細かくしている投稿とかもあったりしているのと、はい、あとは毎週基本的には木曜日にあのインスタライブを、はい、行っておりますので、はい、まあ、僕らも出ていろいろ商品説明しますし、はい、あのデザイナーの石川の方が、はいはい、登場して、まあ、よりさらに僕らにもディープな内容の、はいはい、あの紹介もしておりますので、はい、まあ、ぜひぜひちょっとそちらもあの見ていただければなと思いますね。
そうですね、ぜひ皆様、はい、あのマーカのインスタグラム、はい、チェックしていただければと思います、はい、もうこういったお話を聞けるんですもんね。そうですね、はいはい、より濃い話を、はい、これはもうチェックするしかないですね。木曜日のだいたい大体8時からですね。8時から、はい、木曜日の8時から、はいはい、ありがとうございます。皆さんぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、というわけで今日はお二人に、はい、木村さんと山本さんにちょっとあのご紹介させていただきましたが、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごくあの素晴らしい時間過ごせたかなと思います。はい、また次機会があればまたもちろん、はい、ぜひ、はいはい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ではマーカの木村さんと山本さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうでした？いや、すごかったです。もう橋本バイヤーお客さんになってましたね。いや、もうちょっと完全にあの映ってるの忘れて聞き入っちゃいましたね。ですよね、はい、いで、MA1 良かったですね。かったです、MA1、ちょっとあの本当来たいなって。そうですね、私あの冒頭でもお話したんですけど、この MA1 は、はい、はまた違う MA1 なんです ね、 ああ、そうですね。こちらこちらで今回は政治ですか、から政治が出て、はい、政治が出てます、はい、なるほど、はい、これもまた楽しみですね。そうですね、あとあの、はい、ちょっと私お話したいんですが、はい、あの私がいつもお話しするように172センチの60キロです、はい、で私でだいたいサイズ2番です。サイズ2番ですね、はい、はい、なんでそれ参考になるかどうかわからないですが、で、そうですね、サイズ1番でも私は着ようと思えば着れますね、はいはい、ちょっとサイズ3番だとちょっと袖が長いかなっていう感じですね。じゃちょっとディレクターはちょっとやや大きめのサイズ感で選ばれてるっていうことですか。そうですね、まあ、あと、はい、あの私と同じぐらいの身長だったら私的にはあのサイズ2番がおすすめです。なるほど、はいはい、でただパンツに関しては、そうですね、私サイズ2番なんですけど、はい、私よりちょっと体重あるよっていう人は3番に持ってってもいいかなと思います。はい、私より痩せてたらパンツはサイズ1番でいいかなと思います、ね、はいはい、私の168センチ54キロなんですけど、はい、僕だったら、いや私だったら1番ですか、1番、そうですね、ただオーバーサイズで着るんであれば、はい、着用するんであればサイズ2番でも大丈夫だと思います、はい、意外とちょっと後で着させてもらっていいですか。はい、もちろんです、はい、はい、うん、はい、すみません、コメントいただいてまして、てんてんさんからで、会場ってどちらの店舗ですかって来てるんですけれども、ちょっと詳しく紹介いただけますか。はい、再度お願いします、はい、こちらの今あの開催している会場なんですが、栃木県宇都宮市にあるユニオン通りという通りの中の、一番分かりやすい表現がアークスタンダードというお店があるんですが、はい、アークスタンダードの道を挟んで向かい側にあの特設会場を、作って展開しておりますので、はい、ぜひご来場お待ちしております。でもしちょっと会場わからないなっていう場合には、あのユニオン通りにあのアークネッツのお店たくさんありますので、はい、どこかのお店のスタッフに聞いてもらえればすぐにご案内させていただきます。そうですね、はいはい、普段はあの開いてないお店ですね。そうなんです、はいはい、なのであの特設会場となりますのでぜひご来場ください。はい、はいはい、以上です。はい、良かったですね。良かったです。楽しかったです、はい。そうですね。もう毎週これで行きたいですね。はい、そうですね。はい、はい、毎週お毎週来てもらって、はい、やっていただきたいなと。苦笑いしますけど。はい、はい、じゃあ、はい、ね、お店もありますからね。直営が。いや、そうですね。はい、パ、はい、ーキングがありますんで。はい、なかなかまた本当来ていただきたいです。また次の機会。そうですね。はい、はい、また、うん、うちは結構アークネッツは別注をさせ ていただいているので、そうですね、はいはい、それでまた来ていただきたいですね、うん、はい、はいはい、というわけで続きましてちょっとあの告知をさせていただきたいなと思います、はい、お願いします、はい、告知はこちらです。どうぞ。はい、サマーセールですね。はい、こちら店頭ウェブ同時開催のサマーセール開催をしております。はい、はい、まあ、アークネッツ全店舗、で開催しているんですが、春夏商品を含めた、まあ、対象商品がセール価格でお買い求めいただけます。はい、はい、こちらこの機会にどうぞぜひ皆様お見逃しなく、
というわけでもうまだいやもう今日暑いじゃないですか。暑いですね、はい、すごい暑いのでやっぱりその夏物まだ買ってないっていう方もいらっしゃるかと思うので春夏物もまだこれちょっとまだ買い忘れちゃったね。そうですね、私もあのショーツはまだ買い足したいですね。あ、そうですよね、はい、あと半袖の T シャツとか、はい、うん、はい、なので、すみません、コメントいただいてます。はい、トラさんからでサマーセール早速買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがです、早いですね。早いですね、さ早いですね、はい、はい、もう本当は早くしないとなくなっちゃうかもしれないので、はい、こちらももう本当に人気のセールですよね。そうですね、はい、はい、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、では続いて次回予告、次回はこちらです、どうぞ。サンダルチャンピオンシップですね。おー、すごいですね、はい、サンダルやってほしかったですね、タイミング的に。そうですよね、はい、はい、もう本当こうアクネッツもう様々なタイプのサンダル取り扱いさせていただいているので、はい、その中からちょっとおすすめのサンダルだったりっていうのをちょっとご紹介していきたいなと思います。ちょっと普段よりもこうたくさん出ますか。たくさん出ると思うんですよね。たくさんあるんで、はい、いろんなバリエーションたくさんありますよね、サンダル、はい、はい、なのでもう本当にオンタイムで履ける時期になってきているので、はい、皆さんもこちらをチェックしていただいて、あの今年の足の相棒ですね、はい、もう一足見つけていただきたいなと思います。本当気分的に今欲しいですよね、サンダル欲しいです、はい、はい、ちょっとどうしようかなと思ってます今。どうしようかなと思ってますか。サンダルどうしようか、何買おうかなと思ってます、ね、はい、買ってください、はいはい、ありがとう、買ってください、はい、ライブ配信をしてから決めようと思います。わ、はい、かりました、はいはい、というわけで、まあ、今回いろいろとマーカーの秋冬の商品ご紹介させていただいたんですが、はい、もうちょっとせっかくなんでまた山本さんと木村さんに最後登場していただこうかなと思います、はいはい、お二人、はい、お願いします。お願いします。失礼しました。すいません、はい、いや今日はありがとうございました。いいえ、ありがとうございました。本当にお時間ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやもうすごい楽しかったです。そうですね、はい、うん、もう本当この楽しさを、はい、あのよりこう会場に行ってもらって、はい、体感してほしいですね、うんうん、本当ですね、はい、うん、私ほとんど来てないのに今日緊張してましたから、ね、珍しく、はい、珍しく、はい、ディレクター明日行かれるんですよね。はい、もちろん見に行きます、はいはい、僕もちょっと、はい、行きたいなと思います、はいはい、もしかしたら一日中いるかもしれないです。一日中悩んでるかもしれないそうですね、はいはい、一日中お二人が商品を紹介してくれると思います。そうですね、2時間はいただきたいと思います、はい、お願いします、はい、そうですね、はい、明日並びますかね、明日から。もしかしたら分かんないです、うん、あ、明日混んでそうですよね、はい、はい、うん、もう喋り疲れちゃうと思います、お二人そうですね、はい、水買ってこうかな、そうですね、はい、はい、というわけで、はい、今日素晴らしい、マーカーさんとコラボレーションさせていただいたんですが、はい、もうやっぱりこれを見て、このライブ配信を見て明日ちょっと行っていただいて、はい、二人と話していただいて、はい、あ、ちょっと待ってください、何時までいらっしゃいますか。はい、あ、そうですね、明日けど19時なんで、はい、じゃあもう閉店まで17時、すいません、17時まで、はいはいはい、12時から17時ぐらいですか、はいはい、そうですね、なのでぜひあのお二人がいらっしゃる時にぜひ来ていただいて、すいません、はいはい、来てください、はい、でまたあの商品に関してあの不明な点があれば、はい、いつでもあのお二人いるときにはお二人に聞いていただいても、はい、もちろん、はい、あのバッチリ教えてくれくださるので、はい、あとはあのアークネッツのスタッフも常駐しておりますので、はい、アークネッツのスタッフに、あれモデルで出た小塚さんはいないですか当日。もちろんいますね。あ、じゃあ会えるんですね、行けば会えますよ。あ、じゃあよかった、はいはい、じゃあお二人がちょっと忙しそうだったら、はい、小塚さんにアドバイスしてもらって、小塚さんもめちゃくちゃ商品説明すると思うので、うまいですよね、うまいと思うので、はい、はい、でも楽しみにしていただいて、期待してます。そうです、はい、小塚さんのしゃべりに、はい、頑張ります皆さんはぜひあのご来場そしてご予約皆さんはしていただければなと思います。はい、はい、本当お二人今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。では最後いつもの通り、YouTube のチャンネル登録そしてグッドボタンですね、あとはお気軽に引き続きコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。というわけで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。